止まっちゃった。あ、一人乗ってました。フィステルの跡がくすぐったいです。飛騨ハイランドホテルの下のゲレンデはこんな感じで松がコース内に点々とありまして、枯れ松とか杉もあります。なんか雰囲気がいい感じです。ただやはり緩斜面すぎて新設へ入ると止まってしまいました。元はここはゴルフ場のようです。ゴルフのコースの境というか仕切りというかの段差がかなりあるような感じです。まあ、天然のウェーブだと思えばそれはそれで楽しいのかもしれません。あそこ一人滑ってきましたね。はい